マイプロジェクト TV の伊藤健です。今日はこちら、ドンキーコングマネーボックス。ドンキーコングってこう転がってくる樽を避けながらマリオがね上に登ってくってゲームだったでしょ。それをそのまま貯金箱にしたのはこのドンキーコングマネーボックス。1981年に登場した時のアーケード筐体のようにもまあ見えなくもないかなってね。あれだ、その樽のようにこの中をねコインが転がってその様を楽しむ貯金箱。では早速コインを導入してみたいと思います。いくぞ。あ、ほら転がる樽のように。いった。あ、うわ懐かしい。楽しいかこれ。ファンセオリッチ分が合ってたな。ファンセオリーとは楽しむことが人間の行動を変化させるんだぜっていう考え方のこと。貯金とかダイエットとか整理整頓、なかなか身につかないことでも楽しむことで生活習慣になりうるっていうことだ。これまで人間を行動させるための、規律とかね、ルールにはそのペナルティが何よりも大事なんだぜって言われてきましたが、あの自動車メーカーフォルクスワーゲンは人間は楽しいという感情のために行動を変化させる、そう結論付けてファンセオリーを提唱しました。スウェーデンにあるピアノの階段では、エスカレーターよりも階段を選ぶ人が 66% 増えて健康効果が期待され、こちらのゴミ箱は名付けて世界一深いゴミ箱。普通のゴミ箱の2倍のゴミを集め、ポイ捨て防止に一役買ったっていうことだ。任天堂スイッチのそのなんだっけ、アクションゲームなかなか売ってないリングフィットアドベンチャーもね、これだよね。人間っていうのは自分の行動した結果をとにかく知りたがる習性があって、さっきエスカレーターじゃなくて階段登ったとしても、じゃあ何キロ痩せたのってそれだけで痩せるわけないし、ゴミ箱にゴミを捨てましたってそれだけで公園美化にどれだけ役に立ったかってのはなかなか見えてこない。そこで本来の目的、健康維持とか公園美化とかとは違うんだけど、代わりの目的、音の楽しみを仕込むことで人の行動、そしてモチベーションを変化させているわけだ。なんだか楽しくなってきた。楽しみながら貯金ができるこの貯金箱があれば、あっという間にお金が貯まる。50万円貯まったら全身脱毛がどこでその体を披露目するんだよ。ということで今日のおさらいです。ファンセオリーとは楽しむことこそ行動を変化させる方法とした理論のこと。できるやつは目に見える結果を準備して自分の他人の行動を変化させる。会社で社員用にね、その新しいツールだとかシステムが導入されるってことがあると思うんですよ。ああいうのもね、そのめちゃくちゃいいシステムだとね、仮にそうだとしても使ってくれないとあまり意味がないというか、セキュリティ強化のために会社がそのメーラーじゃなくって、そのメール管理できるね、そういったシステムを準備したとしても、実作業する社員にメリットがなければ、あまりみんなね使ってくれないわけです。結局使い慣れた今までのメーラーを使う社員ばかりで、本来の目的だったセキュリティ強化を果たせない。セキュリティのためだからって旧システムをね、旧システムを使うことをルールで制限しちゃうっていう方法もあるんだけど、ファンセオリー的な考え方だったら、何か楽しい仕組みを仕込ませとけばみんな自発的に使うでしょっていうことだよ。これ新幹線ゲームじゃねえか。チャンネル登録よろしくお願いします。